新刊家康の選択小牧長久手大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは間接的な勉強の取り組み方で小説の実力の伸び方がわかる。今日はお便りボックスに送られた質問です。私は新人賞の応募をしながら行政書士の勉強をしていますが、なるほどね。他の受講生の方々も、他の鈴木先生の受講生の方々も資格の勉強に励んでいる方がたくさんいらっしゃると思います。どうかな。各受講生の事情によって目指す資格が変わってくると思います。珍しいケース、あまり目指さないような資格名や目指すいきさつなどがあれば教えていただきたいです。また資格取得を志して1回で合格する人や何回かトライして合格する人、勉強しても全く合格しない方、途中で断念して受験しない人など様々だと思います。先生が数多くの受講生を見てきて気づいたことがあれば教えてください。そうだね。うちの鈴木喜一郎小説講座では、受講生に、いくつか課題を出すことはしてます。で、できるだけその、リスクが少なくて、ローリスクハイリターンな課題を出す。っていう風ですな。つまり、どうせ必要なもので、やっといても、できるだけ負担の少ないものとか、やっといてメリットがある、費用だとかがかからないようなもの。で、っていうことを、そういう課題ね。で、できるだけ各小説に直結するようなものっていう、そういう話をしてます。で、やっぱり一番大きいのは国語力のチェックと、それからと、20代、30代の受講生の場合には、資格ね、国家資格取っとこうや。国家資格だとか、あと仕事でやってる資格ね。できればほら、今仕事をやってるんだったら、その仕事に関連するような資格ってあるでしょ。で、その資格を取っとこうやっていう話をします。で、特に、その今やってる仕事で特にこう、いわゆるその、スキルが上がる、やっても、就労しても、スキルが上がらないタイプの仕事ってあるでしょ。そういう場合には、法律の勉強どの道必要だから、行政書士取っとこうやっていう、そういう話をしてます。例えば仕事に関係する仕事に関係する資格だったら、例えば、経理やってるんだったら、簿記やってみようねとか、人事の仕事をやってるんだったら、社会保険労務士だとか、で、ガソリンスタンドに勤めてるんだったら、危険物取り扱い主任者だとか、どんなものでもやっぱり、その、座学はあった方がいいのでね。これなんでこういう話をするかっていうと、まず、やっぱり専門分野って必要なのでね、得意分野、専門分野って必要なので、それをやっとこうと。で、あと、
を小説家としてうまくいかなかった場合、例えば新人賞を受賞できなくて、まあ諦める場合だとか、小説家を目指したんだけども結局仕事が続かなくて、小説家としての仕事が続かなくて、諦めた場合でも、まあ、手元にその資格が残ってればね、OK だよっていうことで、ローリスクハイリターンな課題を出すっていうことはしてます。んで、そうだね、よくからしたと、珍しい資格、珍しい資格ね、珍しいケース、あまり目指さないような資格や 目指した経緯、珍しいケース、まあ講座に入る前に持ってたっていうのは、あの矢月亮介くんね、今度あのこの間ポプラの図工系文学新人賞を受賞して、ややの一本っていう、そういう剣道の話を書いた人なんだけど、彼は剣道を4段でんだね、まあ、これは割と珍しいケースかな。あとうちの講座に入ってから、じゃあこうしようよって話の中では珍しいのは、高卒認定を 受験して、んで合格したっていうケースがあるかな。まあこれはあまり詳しい事情は非常に個人的な話なんであれなんだけど、諸般の事情でね、高校に、行ってなかったっていうことがあるので、じゃあ高卒認定とりあえず取っといたら、高卒認定とりあえず受験したら、とりあえずやっぱり高校卒業程度の知識、常識、一般常識っていうのがやっぱり必要なので、っていう話をしたら、分かりましたっていうことで、その高卒認定の受験を始めて、この間先日合格してね、合格証の合格証をこうメールで送ってきたよ。これは率直に言って嬉しかったね。こういう言い方はあんまり大きな声ではできないんだけど、受講生が新人賞を受賞するよりも、いや、先生のおかげで高卒認定を受けようと思って、それで、やったら受かりましたっていう、そっちの方向は結構実は嬉しかったりしてね。この春から大学に通い始めてると。大学に通い始めてるというふうですな。それが割と珍しいケースかも。受講生が、よいしょ、よこらせっと。こう、おー、何年も、あれだな。何回か資格試験を志してトライする人がっていう風なんだけども、これね、実はあんまりないんだよね。なんでかっていうと、先にさっさとやめちゃうからね。うちの受講生は大体圧倒的に多いのが最初の3ヶ月でやめるっていう、それがどのぐらいだろうな、数はちょっとあんま見てないんだけど、そうして辞めていく人が結構いるので、で何度もトライして辞めていくっていうケースは遭遇しないです。一番多いのは資格試験ではないんだけど、その入ってうちの講座を受講した時に、まず最初に、いや国語の中学校卒業程度のその国語の問題集やりましょうっていうふうに課題を出すんだ、まずやっとこうって、どうせ必要なもんだし、何やるにしても国語って、中学校卒業程度の国語力って
どこに行ってもついて回るので、まずこれやっとこうって言うんだけど、これ後回しにする人まあ多いよね。でやったって聞いてみると、あ、今やってるところですとか、まだ手つけないでいないですとかっていう、まあそういうケースが多いかな。でそれで何も手をつけないままやめていくっていう、そういうことがあるかな。あとはまあ、そう、20代30代の場合だと資格試験取っとこうって、なんでそれ言うかっていうと、要はほら30代でも30代前半ぐらいだな。なんでかっていうと、それ過ぎるとさ、物を覚えられなくなってしまうからね。やっぱり資格試験というのは記憶力も必要なのでね。まあ、30後半からだいたい40過ぎたら、自分の履歴書作って、で、自分の得意分野って何かチェックしようねっていう話をします。で、こう、気づいたことっていうのは、まあ、断言できるのは、やりましょうねって言ったこういう課題ね、例えば、その資格試験だとか、そういったものを、割とほら、小説講座に通う人っていうのは、その、なんていうの、添削講座でその小説の書き方をこうやって直しましょうよっていうような話をするもんだと思ってるんだけれど、うちの場合はそうじゃないからね。とにかくまずプロとしてやっていけるように、もうプロになることを前提として話をしてるので、細かい枝をいじくり回しても変わらんのだ。でそれよりも大事なのは、まずちゃんとした国語力だとか、あと体力つけましょうとか、無職の人だったらとりあえずその定職に就きましょうとか、社会的なものを作りましょう、接点を作りましょうとかっていう、そういう話をするんだけれど、そういう小説実は直結してるんだけども、そういう間接的なそういう勉強の取り組み方、つまり国語の勉強ってさ、間接的じゃねえと思うんだけど、中学校卒業程度の国語文法をやっときましょうねっていうと、なんかかんかも、ありゃくりゃ理由つけてやらない人とかっていうのは、まあ、必ずいるな。まあいいや、そんな話は後回しにして、例えば、若い受講生にこうやりましょうねっていう、そういう話をしたときに、はっきり断言できるのは、その手つけなくて後回しにする人っていうのは、進歩はそこで止まるよね。どの程度の進歩かっていうのは人によります。万年予選通過者の場合もあるし、万年予選落ちの人もいる。ただ、例えば国語の勉強をやりましょうねっていう時に、中学校卒業程度の国語のドリルをやっておきましょうねって言った時に、後回しにするか、ぼちぼちやりますって言って並行して、小説の執筆と並行して国語の勉強をやっている人、少なくないです。冷静に考えてごらん。国語がまともにできないのに、小説書いてもあんまりさ、いいものができ、あんまりじゃないな、いいものができるわけはないよね。冷静に考えりゃそうなんだけど、まあその時点で、あ、この人プロになる気ないよねっていうことは思います。で、プロになる気もないし、で、そうやって後回しにしてる人は、結局そこで成長って止まってるよねっていうことは思います。まあそれは例外はないです。でそこで気がついて、自分が、あ、これ必要だなと思って気がついて
て、で、こう、課題をもう一度やり出すっていう、まあ、それを待つっていうことが多いかな。まあ、あまりせっつかないことにしてます。せっついて、こちらがせっついて渋々やっても身につかないのでね。これが、その、専門学校だとか、大学で教えるとなると、こう、単位を取らせたりだとか、卒業だとかさせなきゃいけなかったりとかっていうことがあるんだけど、うちの目的は、その、受講生、生徒に単位を取らせることや、受講生に単位を取らせたりだとか、そうだね。卒業させたりすることではなくて、受講生に新人賞を受賞してデビューさせるのがうちの目的だからね。本人がその気にならないのに尻叩いてもしょうがないよね。自分の尻は自分で叩けっていう。自分の尻を自分で叩かない人はまあ続かないよねっていう。まあそういうことはあります。まあそういうところを見ると本当にプロになる人かどうかっていうのは、まあわかるよね。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。